おい。なるほどね。実は、信じて。ごめん。何？いや。任せて。無駄だよ。ないよ。
超獣ヨシナまで。全然大丈夫だよ。気をつけて。任せて。無駄だよ。あなたの負けなのです。落ち着いて。立ち上がるのですよ。パパパパパーン。進まないと。いたよ。無駄だよ。任せて。しっかりしろ。ボクなんかないよい。Thank you.
任せて。無駄だよ。もっと待たないよい。メイたちって強いよね。行こう。作戦通りなのです。作戦通りなのです。立ち上がるのですよ。待てー。メイ、怖くないよ。悪い人だ。
たの負けなのです。任せて。照準よしなのです。わー、勝ったよ。行こうか。見つけたよ。でも食らえ。
ってこいよ。燃えちゃうのですよ。負けなのです。
よ。完璧な作戦だったのです。行くのです。総員前進なのです。燃えちゃうのですよ。警戒が必要なのです。敵発見なのです。逃がさないぜ。あなたの負けなのです。待ってこいよ。
計画通りなのです。行くのです。これに任せろ。お手伝いするね。これに任せろ。調子はどうだ？お手伝いするね。手伝わせて。感謝しなよ。できたぞ。どうだ？するね。できたぞ。でThank you.
のですよ。行くよ。よし、洗おうか。終わったよ。食事だよ。できたよ。行こう。聞き覚えのある女の声が突然現れたベルマン帝国軍の戦車から響いてきた。一度は倒した敵だったが、その恨み声に込められた鬼気迫る圧力に子供たちは気をされた。まさか。信じられないのです。なんだって。おい。大丈夫よ。今のあなたたちならもっと強い相手だって勝てる。自信を持ちなさい。総員前進なのです。逃がさないぜ。
燃えちゃうのですよ。かかってこいよ。逃がさないぜ。逃がさないぜ。あなたの負けなのです。やられてたまるか。仕切り直しだ。作戦通りなのです。苦しむがいい。作戦通り。
んなバカな。やれやれ。怖いよ。もはや残骸となった戦車からフラムが転がり出てくる。フラムは怒りの形相でよろよろとピストルを抜いてタラニスに向けた。許さない。終わりだよ。許さない。フラムが叫びながら銃を構えたその時、くすぶっていた戦車が爆発し、フラムはその炎に飲み込まれた。子供たちは自分たちと戦った敵ではあったが、その執念への恐怖とは別に少しの哀れみを抱くのだった。